ていきます。現場男子の日常のヒカルです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は給料日です。ありがたいですね。今日も一日頑張っていきたいと思います。最近ですね、ちょっと悩みがあって、なんか切れ毛がすごいんですよね。なんかこう髪をこうやってさってやるとね、なんか 2,3 本切れたりするんですよね。これってコロナ後遺症ですかね。なんかあんまり気にしてなかったんですけど、明らかに抜けるなと思ってちょっと不安になってます。もし詳しい方いたら教えてください。あと彼女にも言われたんですけど、ヒゲ剃りをするせいか肌にすごい負担がかかってるなって感じがして、脱毛したらということで、まあ、全部ではないんですけど、まあこことここと、ね、ここら辺ぐらい残して剃りたいなと思うんですけど、まあヒゲ脱毛高いですよね。なかなか高くてびっくりしてます。医療脱毛したいなと思ってるんですけど、もし新潟にお住まいの方がいておすすめがあったらぜひ教えてください。よろしくお願いします。それでは行ってきます。お疲れ様です。ただいま。あ、俺あるよ。で、そこでやるよ。OK。あるところで掴むと、
ああ。大変お疲れ様でした。あ、眠たいですね。しっかり寝て、僕心配性なんでいろんな不安が夜になると押し寄せるんですけど、まあ今日は今日の心配をして、明日の心配は明日の自分に任せたいと思います。おやすみなさい。